おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日はね、一日早く始まったね。今週はね、これね、ピーマンとちくわをごろりんと切るよ。で、トウモロコシはね、くし切りにする。そしたらね、ウインナーに切り込みね。で、ベーコンポテト、これね、冷凍のポテトをただベーコンでくるくる巻いてるだけで、巻き終わりは爪楊枝で留めといて、詰めるときに外せばよし。でね、これね、ささみでも胸肉でもなん、どっちでもいいよ。包丁の背でさ、トン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 って叩く。裏表ね。でね、これはね、私は半分に切ったけどさ、もう食べやすい大きさに切ればよし。そしたらね、軽く塩コショウね。裏表ともペッ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 ペって振るよで、バッター液揚げ衣の分量、これね、そう、今週は一日早く始まったんだけどさ、入学後初の娘のスクーリングがある日でさ、なんかね、毎週ではないんだよね。入学式やってから、ほら、なんだっけ、レポートだったっけ、なんかそんなようなのをさしてて、で、今日が初めてのスクーリングでさ、緊張してドキドキしながらね、登校して行きました。で、トトはトトでさ、本当はね、学校まで送りたかったみたいで、学校まで送るつってたんだけどさ、娘からお断りされてとりあえず今日は初だからって、友達とね、一緒に行く約束してるから駅まででいいっつってさ、駅まで送って行ってで、まあ次からはさ、まあトトが学校まで送り迎えできるかどうかは、まあ娘の判断やな。で、もうトトはね、学校まで送り届けたかったらしくてさなんか残念がってた。まあでもね、言ったのよ、来週からっていうか、毎週ではないんだよね、このスクーリングもね。次からはもしかして学校まで送っていけるかもしれないがね、つってね、言い方でした。そんでさ、本当はね、日曜日だったからコメントのね、お返事も書きたかったんだけどもさ、なんかね、私がね、今週っていうの、来週っていうの、明日からまた月曜日が始まるじゃない。だからね、20日以降って言えば分かりやすいね。20日からがまたちょっと私がバタバタ忙しくてさ、なんかほら、初盆とかもあったりするからさ、ちょっと今週はその、なんつったかな、お父さんって父からなんかいろいろ頼まれたりもしてるし、父と一緒に行かないといけないところもあったりとかさ、なぜ私がね、ちょっと動きがね、バタバタしそうなのよね。まあね、しょうがないことだ。まあしょうがないことだからね、ちょっとバタバタするけどでね、今日もね、朝からまあよか天気で、やえ、あれよ、暑くてもうちはね、クーラーを入れた、クーラーつってもあれね、いつもの AI 自動、もうそしたら外がさ、気張りきれんかったもんだってるから、な、もう気張りきれん、ぬっかって言い方だった。でね、昨日もさ、ちょっと用事で、朝の私たち9時ぐらいに家を出たんだけど、帰り着いたのはね、夕方4時。
ほんで疲労困憊、疲れが抜けないお年頃、中高年で今あれね、卵焼きができたね。ほんだらね、これはベーコンポテトとウインナー、ほんであれなんだっけ、トウモロコシをただ焼くだけ。もう今日はトウモロコシも味をつけないで、ただね焼き目をつけるだけにした。もうこのままでも十分うまかからね、甘くてね。で、今度はね、ピーマンとちくわを炒めるよ。そしたらね、分量はこれね、ちょっとこの需要もちょっと短くすればよかったけど、短くすれば小さくなると思ってで、これをまぱーっと炒め合わせて、マヨ醤油は間違いないませんよね。これでさ、ピーマンとちくわのマヨ醤油ができた。そしたら揚げるよ。これはね、180度で2分半揚げてる。たらさ、おいしい、お腹減ってきちゃった。シソカツがね、できた。お娘が好きなのよ。詰めるよ。ワックスペーパーで仕切って、シソカツはさ、立てかける感じで詰めるよ。で、卵焼きは断面が見えるようにね、詰める。で、カップを敷いて、ここにピーマンとちくわのマヨ醤油ね。たらさ、ベーコンポテト。干してね、ウインナーね。でね、トウモロコシ。でね、これミニトマトだったらすぐ忘れて、ミニトマトね。で、これ娘の好きなふりかけ、彩り花野菜ね。パッケージが新しくなって、色味がまた一段と綺麗になってた気がする。で、自家製梅干し。そして今日のお弁当の出来上がり。娘の初めてのスクーリング、好きなね、おかずのしそカツでした。で、材料と分量、これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。そしてゆっくり休もうね。